出しとって一本。ここが減ったの。知らんよ。とりあえず隠れとこう。はい、お母さん出てる。え、いくらなの？携帯を隠したらいいと思う。やばすぎる。おはようございます。ミミネです。月曜日の4時半です。また月曜日、1週間が始まりました。4時に起きてね、お弁当を用意したんですけども、起こしても起こしてもお母さんは起きてきません。もうさ、起こしに行くの疲れた。洗車するって言うから、早く行くって言うから早く起きて用意してるんやけど、人が起きなね。はい、次起こしに行くの3回目。全く起きません。そうか、昨日日曜日やけど祭りの集まり行っとったもんな。朝から晩まで疲れたのはわかるんだけど、もう起きてくれ。うん、これだ。おはようございます。もうすぐ7時です。今日めっちゃ天気良さそう。毎朝頭が爆発するのが最近の悩みでございます。ドライヤーをしないからですかね。マジドライヤーせんくなったよね。髪の毛短くなってから。メイク先するか。でも時間ないよな。猫のこと先しようか。大変ですね、猫ちゃんたち。ジャンルの新曲、私今でも作ります。もう10月2日やで、やばいな。ナナヌちゃん、もう10月ってやばない？だって今年あと3ヶ月で終わるで。またすぐ明けましておめでとうって言わなあかんな。あ、寝とった。ナナは二度寝。今年やり残したことない？ナナちゃんかわいい。ナナちゃんかわいいですね。10月入ったけどまだもうちょっと半袖やな。ナナちゃん運勢占いる最下位ですね。来たよ。ナナちゃん起きよう。猫出したら行こうか。はい、行こう。セーラー使ったな。こんなのかな。うん、コーヒーうま。ヒカルコーヒー飲むや。うん、これ美味しい。極みカフェオレ。じゃあ、はい。ママちゃん、卵焼きのおろしかけたポン酢を食べるやつはいつするんですかね。イエー、じゃあ今日の夜。それがご飯。いやー、でもいいよ。ノンが料理すごい上手になってきよる。めっちゃ上手。俺はね、寝癖があればね、寝癖があれば、お前寝癖あり、笑ってくれるからね、寝癖をついて言ってるんですよ。もうあんたはお笑い芸人になれ、このまま。わけわからんこと言って受けてもらえ。いやー、コメントにも書かれとったぞ。心くんが何言ってるのかわからないって。何でもわからない。なんでやねん。なんでやねん。やばい、美味しすぎて1。美味しすぎて、2つ目のやつと、1回のドローでエクゾディア完成するかもしれへん。何とか意味わからん。黙れ、ありがとう。見て、すごい豪華。なのに、ななちゃんは納豆ご飯。僕はママか、なんかどっちを見てるでしょう。カメラを検査してる。カメラの中の、いや、2択しかないから。ママ派か、ナナ派。ママ派ママ派えらい完食。やってやって完食。おい、やばい、食べんな。伊藤麻子のやり方を真似してる。やってやって、ひょい先生黙れお前のがセンスでえわ。あ、俺才能ありすぎてやばいねんな、勉強以外。ちゃうやろ、あの携帯を学校に持っていく才能やろ。終わった。どういう才能？誰やねん。誰やろな。誰やろな。誰やろうな。多分頭良くて、まあ、かっこいい男の人やろうな。からまあ俺はそれではないということだよ。俺はかっこよくないから。うるさいな言われた。うるさいな言われた。納豆は食べた、お箸で卵は食べた感じ。はい、どうぞ。昨日たこ焼きも美味しかったな。ごちそうさまでした。くじも持って行った方がいい。そうです。うわー、クソガキ。クソガキ、今クソガキ。なんだ、悪ガキやから。悪ガキです。アイクはクソガキ。アイクかよ、クソな。クソがいい。心くんは行ってしまいました。うん、着替えてください。
なぜ一回飲む一回飲むな。確認せんでもアクエリア。帽子かぶっていく。何の話から意味がわからんだって役者ですから、ね、やってます。ディーンチェック、ディーンチェックだな。ほらやばいぞ、じゃんけんだ。リンちゃん、いやグー出されると思う。さあじゃんけんどうなんでしょう。今日は菊池風磨おっぽうよ。プレゼンでやった。他詰め合わせ。テレビ消すから。見たい、見たいちゃうね。入っといで、テレビ上がっててね。覚えとったらね。いってらっしゃい。行ってくる。バイバイ。なんで忘れ物ないかい。多分自主学もできとうかい。はい、編集します。11時です。ゴー君にな、今からお母さんがくれたお肉持ってバーベキューしに行ってくるわって言うたらな、池は鉄さんっていう名前で間違え取るから食べてはいけませんって言うとったよ。食べたければカメラの前で謝罪会見をするように。おはよう。お肉が届いたよ。インビザラインのマウスピース死ぬほど痛い言うとったよ、うん、寝とっても外すぐらい痛いね、うん、一気に15週間分動かした後のやつをつけとって、昨日さちゃんと 1の分つけてさ安心した。心から安心した。こうよね、インビザラインこうよねってなった。これよ、これどうにかせな。そんなことある。ああ壊した。これ何、こう、ここ、どこを壊したのか見せよ。まず見ろ。ああ、こん劣化だろ。ゆうちゃん、それはね、もう夏が終わったからね、多分ね、捨てないと来年使うの無理やと思って。劣化。ああ、家の中虫入ってた。家の中虫入ってた。入ってない。家の中虫入ってた。ああ、むしろ入ってった。なんか刺しもちゃんと入ってて美味しそう。やろ？うん。めっちゃ美味しいね、それは。画面越しだと、うん、ちょっとうやっていう塊にしか見えんから。記者会見風にちゃんと謝罪してくれたら食べていいんで。まず、あなたの誠なはほら、ハクもさ、ハクって呼ばれてるけどさ、うん、なんとかの誠のハクのして結局川やったやん。そういうことやね。どういうことや。そなたの誠なは鉄って、あの川からこうやって飛び降りてバラバラバラってなるから。また何食べてくださいぜ。ナスちゃん。俺の中でまだ鉄さんは架空の人物だから。おっと、まあ、会ったことないからさ。こんなになんだかんだって言って、あの間違った名前で呼び続けてんのに会ったことないね。実は。そうやな。おい手元ゆる。腹減った。まだりゅうちゃん。ごめん。わあ。いいバーベキューや。これ編集で見ながら私またお腹すくねんからな、もう。いやでもホットプレートでいいんじゃねえって言っとってた。そうやで。そう。ホットプレートでいいんじゃねえって言っとって。私もあるから。うん。月島さんのおかげじゃん。うまいよ。ゾッとするはず。抜けうまいよ。めっちゃうまいやん。この汚れたマスク洗ったら使える。いや、新しいの買えたから。でもさ、電気代8万円来た時あったのにさ、今夏場で2万2000円ってどういうこと？暖房高すぎやろ。ほんで太陽光で電気代戻ってくるしな。冬5、6000円しか戻ってこへんもんな。太陽光年間どれぐらい戻ってくるんやろな。YouTube ショーとかなんかでさ、辻ちゃんが炎上した話みたいなのが出てくるんやけどさ、辻ちゃんめっちゃどうでもいいことで炎上しすぎや。なんかそんなとこ見るってところを見るんやな、みんな。辻ちゃんは何々で炎上したなんかすっげえイケボでさ、説明するやつ。おいで、よしよしした。入れて入れてって泣くでしょ、もっちゃん。おいで言うたらこうへんの、もっちゃん。もっちゃんめっちゃうるさなかった。わーの、わーの言うて。りんちゃんも寝みしとったな。あー、そうだ。帰ってきたらさ、これ食べるんだ。これも食べようかな。小腹が空いてきたよ。甘いものが欲しくないですか？アイスがね、いっぱいあるんで。あ、それでもいいですよ。ピノです。はい、私もピノです。シャンシャインマスカットはいつ食べるんですか、あれ。ナオコさんがくれたやつ。ナナが怒るやろ、勝手に食べる。怒ると思う。昨日も勝手に食べようとしたよ。うん、ミミネが怒るでって言った。さあ、星のピノ入ってるかな？はい、入ってない。肉食った後のなんかカフェオレみたいなんか、アイスはもう最高です。最高だね。
渦巻きソフトやん、知らんの。知らん、うん、スーパーカップかな。スーパーカップのスプーンあるよ。でっかいのが。いや悩むな、でっかいのがちょっとめんどくさい。あ、でかいな、ピノでしょ。みんなピノ。ピノもあと1個しかない。結局ピノ手があるよ。うん、ごちそうさま。なんか編集します。おかえりー。おかえり。学校なんで学校行く、耳ね、待っとうのに。帽子かぶっていっとった。何待っとったと思う。ね、ずっと待っとって。ね、何って。冷蔵庫にある。何がしかった。正解つまりだろ。一緒に食べるんだ。心くん帰ってきた。心くんまだ。一緒に食べよう。じゃあ手洗ってからや。ほら、手洗って、手洗って。切るで。洗剤やめてよ、シャインマスカットにかけるの。何かけるの。ではおいとまします。ごちそうさまでした、マスカット。ごちそうさまでした、はい、肉。あ、セルテープまた明日か持ってくるわ。切ったやつじゃないんだ、箱がいるから。ああ、じゃあえ、ダンボールじゃないんだ。あ、分かった。 OK、 いただきます。うわ、やばい、口の中マスカットや。ダイソー行って、でついでに下に東宝さんが入ってるから、東宝さんで晩ご飯の食材を買います。うわ、というわけで行ってきます。4時半でございます。ただいま帰りました。マッチー、お顔見して。これ何の人は。この子がですね、我が家の次男坊になります。もうなんかちょっと動いただけでめっちゃしんどいの。何、なぜなぜって言わない感じするのかな。なんでこんな暑いんだ。見て、24度やのに。こんな暑い。ママ掃除機かけていいですか。掃除機にも微動だにしません。ボスにすりすりされてなあ、こいつも餌まみれなんねんな。今日私な、2個失敗しとんねんけどな、聞いてくれる？朝起きてお弁当入れるやんか。お弁当入れて最後ご飯詰めるときにな、ここにうち炊飯器あんねんけどさ、ここバッて開けたらさ、炊飯器開いとってさ、こうやってこの中でご飯がさ、カッチカチになっとって、この子はもうこれ以上無理ですみたいな感じになってて、中でお米はカピーってなっとって、最悪やった。新飯が2つあったからな、お弁当はそれで間に合ったんやけど、またやらかしと。今日もう一個やらかしたんが、買い物に行ってな、階段の降りていくやつあるやん、自動で階段がビーって降りれるやつ。エレベーターかエスカレーターどっちか分からへんけど、階段持ってビーって降りていくやつ、こう降りようと思って下にこっぱって持った瞬間さ、こっちにグーって引き戻されてんやんか。何かと思ったらさ、上りのさやつやってん。エスカレーターか分からんけど、上りと下りが全然分からんとさ、上ってきよるやつに乗ろうとしたら、あんなんなるんやって新たな発見やったよ。やってみな、分からんもんな、どうなるか。なんかあれは心じゃないのか。心くんこっちか。なんで遅かったんだ。心の先生の教室で教わってないです。だって一緒に帰ってきただけやで。よくわからんことをするのが中学生から。まあまあ、はい。約束通り土日の6時間分ってことになるから、で多分2時間半か2時間分ぐらいしかできてない。土日で日曜の夜にしかやった分を見せて。それで提出範囲終わったの。それ提出範囲はもう終わった。今日のやってなかった分を30分ずつぐらい取り返したりとかするんかっていう話をどっちかって聞きたいな。どんぐらいずつ取り返そうかなと思って。あれ、俺ちゃんと渡したよな、今。俺は国語のワークを探さないといけない。月曜日、あ、月曜日じゃない。ん？ん？ん？お父さん、それ、あの、なくしました。定点にして探さないといけないんじゃないか、もしかして。ちなみに、木曜日テストは何なの？待って、それすら今わからんの、パッと。心、あの、チャレンジより学校の提出物やで。うん、それは言うとってあげるわ。な、チャレンジの方が楽やからって、チャレンジに逃げんなよ。全部やらんかったら成績2位で、またスマホ募集。それは嫌い、めんどくさい。よし、その気持ちがあるんだったら頑張れ。大丈夫だ、オッケー。あ、で、あと、あれ、ババ、お父さんは、1ヶ月間話した結果、15日に決まりました、テニス行くぞ。はい、友達と日曜日テニス行ってくるって俺言ったよ。あー、そもそも地獄みたいなテニスだったらいけないからな。
結果悪かったらチャレンジでもダメだな、違う塾探そうかってなるからね。はぁ、心くん大丈夫かな。カンカンしよんな。何や、イライラしとんか。連打してねえ。これ回していい？洗濯みんな朗報だ。鏡の曇り止めリキッド、これめっちゃいいぞ。よし、こうやって塗るだけなんだ。次もね、使いやすい。これで置いとくだけでマジで曇らんから。全部入れとくか。詰め替え、いつも使ってるのはこれ1回ね。待って、俺リンスリンス持ってきてるやん。なんか面白そうな話しとるの。やめてくれ。なんか面白そうな話しとるの。方向を決めようと思いましてね。カーの続きはで、昨日ワクワクしすぎて編集の手を止めてしまったよ。高校、行くとしても、まあ友達とかいなかったら怖いわけですよ。なんで友達できるやん、あなたに。できるかもしれんけどさ、なんか逆に YouTuber としてって思われるかもしれるのが嫌やから。そうやな。ね、今頑張って、に勉強させ中なんですよ。勉強しろっつって。そういうこと？勉強しろっつって。お前一緒の高校に来いと。うん。言ってるの。はい。わかった。って勉強しとったらさ、うん、だから今日一緒に勉強しようっつってさ、無理、帰ってゲームするからって泣いながら言ってきてさ、裏切られたやん、早速。裏切られた。とか昼間になんか YouTube 活動するとか言うんやったら、夜間の定時制高校に行くっていうのもあるし。何それ。夜にも学校高校あるんよ。そうしたら昼間活動ができる。その代わり勉強詰め込まなあかんから大変やで、ね。いいスポーツの高校もあるし、うん、頭いい高校に行こうとせんでいいよ。やりたいことをやればいい。でね、はい、もう一人の仲いい女の子なんだけど、はい、くっそ頭いいんよ。そうやろ。小学校から幼馴染とか保育園から一緒で付き合って結婚する人とかっておるんかな。おるよ。おるんや。うん、もちろん。なんかそういう人あまり見たことないねんな。おるよ。娯楽に1万円を注ぎ込むとしたら何にしたいのか。パチンコ。なんで。なんで、うん、あっという間に1万円が消えるから面白いぐらい。なんでそんな一瞬で消したいんお金を。UFO キャッチャーでとかやったらさ、100回プレイしなあかんやんか、100円で、うんうん、めんどくさいやん、うん、じゃあお金が増える確率がある、それをやると、うん、お金増えへんとしても、うん、一瞬で消えるから、うん、パチンコでいい。なんでそんな安くて。あ、競馬でもいいな、うん。そういうことか。競馬やったら一瞬で消えるもんな。うん、ほんまやん、1レースで終わるわ。まあさ、ほんまそういうやつの運はいいよね。一応あそこ行ったやん、漫画とかカラオケ歌える。漫画喫茶な。そこでさ、めっちゃ当ててたやん。やばい、心がギャンブルにハマる。あーってなんぼじゃ。何やったっけ。編集させてもらっていい？いや編集してんねんやんか。漢字してもらっていい？ あんた頭の中今ギャンブルになってるそれはない。バイバイ。待ってるのか猫たちよ。ちょっと待て、たけしを待つんだ。たけしちょっと調子悪いって今直した。たけしのお通りだ。2日で3本作るのは無理だ。3日で4本作る。もっともっとキャパオーバーなんや。小指がさ、ほら変な方向曲がってる。曲げるな。早送りでピューン。終了。テーブルマナーどうですか。まあまあまあいいだろう。同じ方向にみんな向いている。いいだろう。一覧方式だ。一覧方式。いいよいいよ。下行って、下のテーブルマナー見てきて。じゃあとりあえずおしっこ行きたい。それでは私は安定の氷結タイムと行きましょう。今日は氷結が冷えている。またなしを向けと言われるんですかね。夜プリンとゼリーがあるので、プリンとゼリーを食べてほしいところなんですけど、あいつらはなしかリンゴを向けと言うんですね。この寝ぼけた私に安定の氷結乾杯。今日もお疲れさんです。小指がおかしい。爪切ろ。ハンバーグハンバーグ。さあ下のテーブルマナーはどうですか。左手で持ってますか。邪魔だ。あ、まあ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 、いいだろう、いいだろう。いただきます。ハンバーグもっと食いたかった。いや、けどそれマナナちゃん、いや、ちっちゃいの作っとるね。あー、じゃあもらおう。食べるの。黙れ。どれに黙れって言ってんね。うん。はい、言った。あ、言わない、言ってない。はい、言った。おーしか言ってないもん。おーって、おーしか言ってない。おいこ。ドーン。トイレ来てくれ。一
あ、下まあまあ食べ方良かったぞ。だからこっちはすごかったけどな。え、まだオンライン授業するって？うん、もうこれするって。えら。今日はお味噌汁とこれ肉じゃがね。誰も帰ってきません。祭り終わるまで多分帰ってこんよね。10時半ぐらいに帰ってくると思うよ。とはちょっと分からへん。私の個人チャンネルの僕猫ちゃんの動画をねちょっとから触っとこうかなと思います。もういい加減出さないとね。こんな感じです。あ、ヒカルに写真送ってもらうのか。何しようか。冬前です。あのね、これを作っておりました。内職ですね。メルカリのおまけにつけるキーホルダー。10月の販売はこの4種類出ます。裏にチーム系書いてますっていうのを20個ほど作ってました。これ明日発送しないかんからな。明日発送する人につける。メルカリでね、また心まんけのいろんなもの販売してるんで、これおまけで作んで、よかったら見てください。10時半です。プー。ナナちゃん、今日の動画は？だからナナ、プーさんのプー。さん。無理。無理。プー。プー。じゃあ。プルタップ。ナナ、早いです。プー。しりとりしてます。